NTT ドコモフォーマ P902i 201万画素ニューメイクバイコンを搭載する。オリンパス E-3010 万画素ライブ MOS を搭載する。ニューメイクバイコンは松下電気産業が開発した携帯機器向けの個体撮像素子。ニュー、松下アドバンスとイメージコンバーターフォービジョンコンストラクションの略であり、パナソニック株式会社の登録商標である。 個体映像素子としては、従来より CMOS イメージセンサーや CCD イメージセンサーが存在している。前者は消費電力が低く、かねてカメラ付き携帯電話に搭載されてきたもので、あるがノイズの混入による画質の悪化が課題であった。後者はデジタルカメラに広く採用されているが、消費電力が多大でバッテリー持続時間を短縮させてしまうことが課題であった。 ニューメイクバイコンは CCD イメージセンサの感度の高さと CMOS イメージセンサの消費電力の低さを兼ね備えた新しい個体映像素子として開発された。初搭載は2004年の n 9 0 0 e グ。現在ではパナソニックモバイルコミュニケーションズ NEC 製携帯電話端末に採用されている。しかし、フォーマ 905i、705i シリーズ以降の機種では 搭載機種が皆無となっている。一方、CCD イメージセンサがほぼ独占していたビデオカメラでも2008年7月に発売されたパナソニックのデジタルハイビジョンカメラ HDC-SD100、HS100 HD HS にニューメイクバイコンが採用された。また、ニューメイクバイコンの技術をもとにデジタルカメラ用イメージセンサ、ライブ MOS を開発。 オーサーズシステム規格のデジタル一眼レフカメラ、オリンパス E-330 およびパナソニックルミックス DMCL1 に搭載され、デジタル一眼レフでは初めてとなる液晶でのライブビュー撮影を可能にしている。ありがとうございます。